ウィス、今日はですね、なんと念願のこの MacBook を買ったんですよ。箱を開けていこうと思うんですけど、で、なんかこんな感じですね。ウィー、MacBook Pro 買っちゃいましたよ。ウィー。で、サイズなんですけど、13インチ、512ギガのやつを買いましたね。なんかエアよりね、プロの方がいいみたいで、まあ20万ぐらいしたんですけど、買っちゃいましたね。で、まあ購入方法なんですけど、全額ローンでね、買いました。そろそろ勝負時かなと思って、プログラマーにね、なって、一攫千金狙いたいと思います。パソコン自体買ったことないんですよ。なんで初めてのパソコンが MacBook Pro っていう、最高。今、箱はこんな感じなんですよ。じゃあね。開けていきたいと思います。うおー、 MacBook が入ってますね。よし、で下にこれはケーブルですかね。ケーブルとこれなんだろう、あ、保証書みたいなやつとこのバッテリーのコンセントですかねが入ってます。でね、これが本体です、まあこんな感じで開いて、買っちゃいましたね。まあこんな感じです。買っちゃいましたね、欲しかったんで。買った目的なんですけど、リターンを使用するにはリターンキーを押してください。なんか言ってる。で、なんかね、編集をファイナルカットプロっていうね、アプリちょっと使いたかったなと。音楽をちょっと作りたいんですよ。で、そのアプリも買おうかなと思って。で、あとはプログラミングの勉強したくてね。もうやっぱね、パソコン買うしかないなと思って。もう。で、調べたところ、編集もできて、プログラミングもできて、曲もね、作れるっていうのね、ほんと MacBook ぐらいしかなかったんで。初心者が、まあ、年に1あったらどんくらいできるようになったとか、まあ、そういうのをね、報告できたらいいんじゃないかと思います、まあ、こんなね、低所得の俺でも買えたんでね、実際パソコン欲しかったらすぐね買えるいい時代だなって思いますね。って感じで、MacBook 買ったぜ。最強のねクリエイターと、最強のプログラマーにねなって、人生ね、逆転して楽しんでいこうと思います。それではバイバイ。